どうも、はじめです。メリークリスマス。さあ、今日もね、ファッショナブルに動画進めていきたいと思います。さあ、どうですか、今日のファッションなんですけれども、超ダセこちらですね、まあ、アメリカでいうアグリセーターってやつですね。最近はね、このアグリセーターってのがこうクリスマスに、なんかインスタに上げちゃうみたいな、なんかそんなのが流行ってるらしくて、まあ、昔こうダッサいセーターをなんかプレゼントされてたらしいんですよ、アメリカでは。で、こんなの着れねえよみたいな、このダサいセーターをなんか今着るのがかっこいいらしいまあ、かっこよくはないな。たまにね、見るんですよ、街中でも。わ、クソダセーセーター着てる、あれがアグリセーターかみたいなね。まあ、こういう、まあ、アメリカの文化なんですけれども、僕もねちょっと手に入れてしまいました。めっちゃかっこよくない？サンタがサーフィンしてんのそこそこした、この一瞬だけのためにそこそこした。というわけで皆さん、今日はクリスマスイブでございます。楽しんでますか？僕はこんな感じで一人で家でアグリセーター着てなんかやってるんですけど、大丈夫でしょうか。はい、というわけで、皆さん、こうやってね、寂しいクリスマスイブを過ごしてる方たくさんいると思います。でもね、そんな僕でもケーキが食べたい、ケーキ食べたいじゃないですか。で、私ね、いろいろね調べて簡単に作れるケーキというのを発見しました。まあ、YouTube であのレシピ出てたんですけど、今日はねそちらをね作っていきたいと思います。まあ、一人のクリスマス寂しいよね。でもそんな時もお酒があれば大丈夫。というわけでね、今回買ってきたお酒こちらでございます。酒パイナポー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 。大丈夫、月桂冠出してんだけど、もうアメリカのブランドとかじゃなくて月桂冠が出してんだけど、ちょっとバグってるんですけど大丈夫でしょうか。で、こちらね、パイナップルとブルーベリーね、2つ使ってきました。これね、3ドルで安売りしてた、多分ね売れなかったんだろうね。定価がね、多分15ドルぐらいしてたんだけど、なんか3ドルになってたんで、ちょっとかわいそうだったんで、買ってきました。早速ね、これを飲んでみましょう。どんな味するんだろうね。日本酒のパイナップル味、パイナップルフレーバーなのかな。うわー来るね、日本酒の匂い来るね。ちょっと入れてみましょう。でも色はどうなってんだ。私ね、サングラスしてるんでよくわかんないですけど、ちょっとパイナップル色、黄色っぽいね。みたい。はい、乾杯。あー、なるほどね。ちょっとパイナップルのフレーバーがする。なんかカクテルじゃないけど、ちょっと安いチューハイじゃないけど、お酒が苦手な人が飲めるような感じでもないな。なんか日本酒の感じがすごくて、美味しいっちゃ美味しいんだけどね。なんか悪酔いしそう。しょうがない、このブルーベリーもいっちゃいましょう。美味しくないことはないんだけどね。なんかこう、日本酒ならやっぱ日本酒の味がいいなっていう、まあ、アメリカ人に向けてなんでしょうね。おっと、こちらね、ブルーベリーなんですけど、このサングラスから見た感じ色は一緒ですけど、どうでしょうか。なんか同じ色だよね。なんかブルーベリーだからちょっと紫色してんのかなとかね、そう期待したんですけど、やります。あー、甘いくて、なんかブルーベリーのフレーバーはする。ただなんだろうね、まあうまくはないなはい、 OK。 まあそんなことはどうでもいいですね。今日ちょっと飲んでみたかったんです、これを。それではクリスマスケーキの方ね、作っていきたいと思います。材料はこちらだ。生クリーム、クリームチーズ、レモン汁、砂糖で、薄力粉がなかったんで、ホットケーキミックス大丈夫でしょ。ホットケーキミックスでもなんとかなると思う。まずはクリームチーズを 100g、 砂糖 45g、 え、
っていうか砂糖こんな入れるのケーキって、ちょっと俺引いてるんですけど、すごい量の砂糖入れるな。でこちらをゴムベラで、混ぜ合わせるらしいです、ね、ゴムベラなんかないんでトングでやっております。一応先っちょシリコンだからね。チーズケーキが2分半でできるという、動画のレシピを使わせていただいております。一応概要欄にリンクは貼っておきますね。ケーキ、お菓子を作ったことがない僕でも簡単にできそうだったんで試しております。だって今日はクリスマスだから。うまっ。これだけでめちゃめちゃうまいや。クリスマス。生クリーム 100cc。 続きまして卵1個。ちょっと待って、俺なんか亀仙人っぽいよね。亀仙人ですか。薄力粉、カッコホットケーキミックス 15g。 はい、レモン汁を大さじ1/2なんですけれども、大さじがちょっと見当たらないので適当に入れます。こんな感じか。入れすぎたか。で、あとはね、もう混ぜるだけ。滑らかになるまで混ぜてくださいと書かれておりました。お菓子作るのってほんと大変。やっぱね、分量が大事になってくるもんね、お菓子って。ほんと、あとなんか男の料理みたいに混ぜてガーって焼いたらいいってわけじゃないからね。ほんとタイミングとかそれで全然変わってくるからね。はい、OK。 さあ、そうしましたらですね、こちら、まあ、耐熱皿というか、まあ、タッパですけど、このガラス容器のタッパにクッキングシートを引いて、ね、これを流し込んでいきます。やば、めっちゃうまそうやん。めちゃめちゃうまそう。ここでゴムヘラが必要になってくるのね。さあ、そうしましたらですよ、ここにラップします。ラップ、これはちょっとあれだな、がっちりいこうか。今見直したら違った。なんかね、ふんわりとラップするらしい。がっちりいっちゃダメらしいよ。こんぐらいでいいのかな。ちょっとふんわりっぽいし、こんぐらいでいきましょうか。 OK。 それではこちら電子レンジに入れて2分半なんですけど、600ワットで2分半。この電子レンジは俺は600ワットだとは思えない。そしてどこにも書いてない。何ワットなんだろうこれ。2分いっとくか。2分でいきたいと思います。さあ、これで2分後にチーズケーキができちゃうと思うわけですよ。クリスマスチーズケーキができるはず。今日のクリスマスを最高にしてくれるはず。クリスマスが今年の2020年クリスマスイブはどうお過ごしですか。やっぱりね、クリスマスっていうのはね、なんかこうテンション上がるよね。働いてる人もいると思います。家族で過ごしてる人も、恋人と過ごしてる人も、友達とパーティーやってる人もいると思います。ただね、まあ、今年いろんなことがありましたね。来年はね、もっと、まあ、いい年になればいいなと、ね、心からそう思います。本当にできればね、マスクなんかせずに遠くの方にね、旅行に行ったりとか、いろんなことしたいですね。いやー、本当にね、クリスマスがもう来ちゃった。できた。おー、なんか焼けてる匂いがする。チーズケーキ。おいおい、めちゃくちゃ美味しそうなチーズケーキの匂いがするじゃないか。
あ、非常に美味しそうです。というわけで、ここからね、粗熱を取って3、4時間冷蔵庫で冷やすと完成となるわけですが、もうこれで10分でいいでしょう。だって今日はクリスマス。きたー、ちょっと待って、卵焼き、え、卵焼きできた。え、さあ早速切っていきましょう。ちょっとケーキっぽく切ろうか、せっかく丸で作ったんで。いいね。やべ、スーパーうまそうなんですけど、めっちゃうまそうなんですけど。California, living the life. はい、というわけでついに完成してしまいました。こちらクリスマスチーズケーキ、ありがとうございます。いや、今年もクリスマス楽しめそうです。あ、美味しくないね。この2分でできちゃうチーズケーキ、早速いただきたいと思います。いただきます。うまい。ちょっと食感はやっぱ素人の電子レンジで作ったなっていう、なんかその最初のこのワンバイト目、この一噛み目のなんかブニュっていう感じはやっぱケーキ屋には劣るけど、味はもうケーキ屋さんのやつ。あ、うまいね。意外ね、甘いものが好きなんです。これはありですね。あり中のあり。うん、はあ、ほんとケーキ作ってよかった。ほんとね、クリスマスな感じがすごいわ。うん、こうやってさ、何もない日でもこういうね、セーター着たり、こんな帽子かぶっちゃったり、ケーキ作っちゃったり、まあ、これだけで日常が変わるよね。うん、まあ、何もないな、さあ今日もいつも飯食って寝ようかな、じゃあやっぱりね、こう一日が普通に過ぎていくだけ。やっぱこう自分なりのこうイベントっていうのを作っていくことによって日々がこう充実するというか、うん、まあね、こういうご時世ですから、まあ、家から出ない日がね続くと思うんですけど、何かしらこう自分に課してこうご褒美じゃないけどさ、なんかこう非日常を味わうようなことをね、こうやっていくっていうのはすげえ大事だなって思いました。すげえいいこと言いました。ありがとうございます。今日はクリスマスね、私お菓子初心者でも簡単にできるチーズケーキ作ってみました。今日はクリスマスなので、皆さんね、ぜひチャレンジしてみてください。この動画がね、よかったな、このケーキ美味しそうだね、いや、めっちゃクリスマスしてねって人はね、グッドボタンをください。誰でもできるでしょ。できたらバッドボタン行っちゃってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あれ、爆風スランプの方ですか。走る走る。 Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. うまいねー。